同胞スタンダール川辺駿同点のゴラッソ。日本代表川辺駿が所属するスタンダールは現地時間22日アンデルリヒトと対戦。序盤に2失点を許し2例からスタートするも後半に1点返し、その直後後半55分に川辺が同点のゴール。終わってみれば2-3の大逆転となった。川辺決めた。川辺うまー。川辺スーパーや。めちゃくちゃ、ええ試合やったわ。川辺、最高マジですげーよ。